初めての私の日本バラツイート、はい、ここのスペースはですね、展示とか、まあなんか出店出店の方がちょっと歩いてるんですけど、まあこれはね、何をしてるかというと、今ちょっとさっき当社ただいまより人事整理をする。ということで本日は日本原駐屯地創設55周年記念ということで、イベントに来ております。レオくんと今日はカナでお送りいたします。今日は本当一般公開はないということなんですけど、YouTuber として、撮影に入らせていただけることになりました。ありがたいですね。ありがたい、本当にありがとうございます。いや、今日初めての私も日本原駐屯地ということで、ちょっと今日なんか自分なんかやる気も古そうですね、本当にね。ちょっとけど、なんか入隊できるんちゃうかなみたいな感じね、楽しんで。もうできる限り入れないところはこう入れないんですけど、まあギリギリの線まではい撮らせていただけるということなので、楽しんで撮りたいと思います。なんかすごいですね。お店かな。お店かな。すごい。なんか売ってますよ、なんかグッズみたいなの。あ、ほんまや。あ、すげえ。ほんまや。すごい。固いイメージの創設記念行事だが、二人が目にしたものとは。こういうグッズ販売とかもある。あ、でもなんかグッズって書いてたね、さっき。はい。ここのスペースはですね、展示とか、まあなんか出店。お店とかグッズも売ってるみたいなんで、あとはなんかここで演奏が、まあ、バンドの演奏からなんかドラムとかもあって、バンドの演奏があるみたいで、結構なソーシャルディスタンス感がすごいちゃんと、椅子がすごい間隔空けて並んでますけど。あ、こんなんいっぱい食べれそう。さっきちょっとめっちゃ食べてきてしまう。ご飯食べたんですけど食べたくなってます。来場者向けに出店やフードコートもあるんですね。幹部浴場。偉い人が入れる浴場。なるほど。幹部の人限定の浴場。しかも入浴時間が厳守ってなってて、平日と休日で時間が違う。2時間ぐらいしかないな。短いですね。ああ、隊員の入浴場所も見つけました。分かれてるんですね。そうですね。やっぱり集団生活になって時間とか決めて、みんなでテキパキ動かないといけないっていうことが、なるほどね。これ分かりますね。なんかちょっとそういうところでこうなんかちゃんと上下関係もちゃんとしっかりしてるというか、やっぱり、ね、そういうところを感じますね。そうですね。こちらがですね、日本原駐屯地の案内図を見つけまして、こちらが案内図になります。ね、レオくん。はい。これは。すごいな、なんかキャンパスみたいね。大学みたいですね。大学キャンパスみたいね、なんか。駐屯地も学校のように教養施設含め様々な施設がある。ここに体育館とかがあって、で、グラウンドもなんか2つあるし、あ、3つあるわ。で、ここに、まあ、宿舎とか本部があって、さっき言った入浴施設ね。あとはこの辺広報とか、そういうのがいろいろ。食堂とかもあるみたいですね。あとはテニスコートとか、なんかそういう運動できたりとかする場所もあるということで、すごいなんか陶芸室もある。すごい陶芸をするな。で、この日本原のこのマークがこういったなんかかっこいいね。そうですね。なんかかっこいいですね。しかもなんかこれちょっと迷彩柄がこうなんかね、意識されとるっていう、この考えられたマークなんやなっていうのがね、なんか素敵な感じですね。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ここがね、ミューヘン館っていうんですけど、ドイツのね、ミューヘンのところをモチーフにして万博から持ってきたそうなんですが、全部隊員がばらしてここに持ってきたっていうことなんですよ。今日はなんで愛ちゃんが今日は自衛隊のお見合いに来ました。どこ行ってもいつも軽いって言われます。今日はね、愛ちゃんも YouTube に来たんですよね。そうですよ。今の冗談出して、ちゃんと YouTube の報道としてね、ちゃんとついてますよね。その一方、レオはちょっとね、今ちょっと撮影を向こうの側でしてるんですけど、見てください。こっちちょっと自販機なんですけど、基地ガイドが大体このコーラが大体160円で売ってると思うんですよ。でも見てください、この価格120円で売ってます。でも水なんてもうこれやっぱり水ってやっぱり大切だと思うんですよ、やっぱり訓練する上で。なので70円、めちゃめちゃ安いんですよ。あとこういうジュースとかも100円じゃ絶対ありえないっていう値段が、やはり日本原駐屯地の中ではやはり価格を安く提供するっていうことで、普通のところと自販機が違うっていうのが、ちょっとそこはすごいポイントだったです。いよいよ記念式典の始まりです。当駐屯地演習場が所在します津山市奈義町です。続いて岡山市、倉敷市、玉野市。人命を救助され、そして給水の支援、さらには瓦礫の撤去等々、懸命に災害のその対処を行っておられる姿、誠に頼もしく我々は受け止めさせていただきました。分かっていくためには自衛隊とのさらなる連携の強化が必要と考えております。29日岡山県知事ご視聴誠にありがとうございます。また来年もぜひ参加。はい、来年も来ます。はい、ありがとうございます。来た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 。続いては模擬戦闘。まるまるこちら校舎ただいまより陣地整理をする。まるまる了解。続きましては関越大後方の建物の屋上をご覧ください。今回リペリング効果を行いますのは。日本原駐屯地で勤務するレンジャー隊員2名です。マジ？え、待って待って待って。やばっ。M57出発。創薬50ル。こちら通過突撃支援車駅要求する。生徒の方がちょっと歩いてるんですけど、まあ、これはね何をしてるかというと、今ちょっと先ほどちょっと模擬戦があったんですけど、その際に落ちた球を今その落ちてないかというふうに安全面を考慮して、やっぱり分かりますかね、その今銃を撃つことはまあ今できないんですけど、その都合上に。でもその銃を撃った時にその銃の弾が出るんですけど、それが出ないような袋が横につけてあるっていうイメージなんですけど、でもまあその最悪な場面を想定してちょっと落ちてるかもしれないということで今バーって回っているんですけど、最終幕の車両展示、記念すべき創設記念行事の最後のフィナーレは、今回参加した自衛隊車両や装備などの展示、なかなか間近で見れないのでワクワクドキドキなのは間違いないですね。ただ皆さんが実際に入って見れる一般公開ではないのが残念です。展示品のすべては撮影しておりませんが、展示会場の雰囲気だけでもめっちゃいい感じだったね。上からね、なんか見た感じもすごい綺麗だったし、武田信玄の格言といってもね、そう有名なんですけど、風林火山っていうんですけど、早きこと風のごとく、静かなること林のごとし、侵略すること火のごとく、動かざること山のごとし。すごーい、なんでそんな知ったの。いや結構好きなんですよ。でかっこいいなと思って、やっぱりそういうのがね、やっぱりこう格言というようにやっぱ各地にあるんで、もうとても面白かったです。すごい。そうだね、なんか来ることないから新鮮というか、やっぱりちょっとやっぱ自衛隊の人はこういうところでまあこういう生活をしてるんだなっていうのもちょっと見れて、そうですね、すごいいいなと、いい経験になってます。はい。なかなかこう組織のね一部をその見るってことは難しいかもしれないですけど、こういうね組織の中でやっているということが今日見れたんで、とてもいい体験だったと思います。でもこれだけ見れただけでもすごいことですよね、本当に。いろんなところがあって、こうなんか見切れんね。そうですね。じゃあお楽しみに。はい、お楽しみに。おめでとうございます。ありがとうございます。野蛮スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。